音楽隊です。今からは私たち音楽隊の演奏演技でお楽しみください。まずはじめにアメリカのマンジェをジョン・フィリップ・スーザによって作られたコーコランカデッツを演奏します。赤い服を着た私たちフレッシュアイリスのブラックインディカを合わせてお送りします。指揮は伊藤隊長です。どうぞお楽しみください。Thank you.
アメージング・グレースをお楽しみいただきました。次は星野源さんが書き下ろしたアニメドラえもんのオープニングテーマを演奏します。この曲は映画ドラえもんのび太の宝島の主題歌として書き下ろされ、後にテレビシリーズドラえもんのオープニング曲としても採用されました。軽やかで弾むようなメロディーとドラえもんらしいコミカルな曲調となっています。それではドラえもんをお楽しみください。
次はヒゲダンの愛称で親しまれる4人組バンドオフィシャルヒゲダンリズムの曲をメドレーにして演奏します。1曲目は主人公が未来を変えるために過去と現在を行き来し奮闘する姿を描いたアニメ東京リベンジャーズ聖夜決戦編のオープニング主題歌ホワイトノイズ。2曲目は音のない世界で出会い直した2人の切なくも温かいラブストーリーが反響を呼んだドラマサイレントの主題歌サブタイトル。3曲目は正体を隠した3人が仮初めの家族となって過ごす日常を描いたアニメスパイファミリーのオープニング主題歌ミックスナッツを演奏します。それではお楽しみください。Thank you.
はい、皆様こんにちは。愛知県警察音楽隊隊長の伊藤と申します。本日は、私ども愛知県警察音楽隊安全安心ケアということでですね、こちらの会場の方、参加させていただいております。さて、冒頭にも、市長様、また所長様、外からお話もありました、今日はね、防災、防犯、交通安全についてですね、ぜひぜひ理解を深めていただきたいということでですね、こちらの場所以外にさまざまな催しが外で行われておりますけれども、ここではですね、私ども愛知県警察音楽隊からもですね、一つ、愛知県警察のですね、スマートフォンアプリのご紹介ということで、させていただきたいと思います。愛知県警察公式アプリ愛知ポリス、愛知ポリスというものがあります。これですね、どんな機能があるかというとですね、皆様のお住まいの地域、またですね、お勤め先だとか、あとは例えば高齢のご両親が、見える地域やなんかですね、そうした場所を登録しておいていただくと、その場所で、発生する、犯罪だとか事故の情報、またですね、最近問題になってますね、オレオレ詐欺をはじめとした特殊詐欺、ね、こうした詐欺の発生状況、また前兆電話といってですね、こういう詐欺の、ね、が多発する、詐欺が、ね、発生する前に必ず前兆電話というのがあるんですけれども、そうした前兆電話の情報が、スマートフォンの方にですね、リアルタイムで、送られてきてですね、こういうことがありますから注意してくださいね、そんな、注意喚起をしていただける優れもので、ございます。愛知県警察、公式アプリ愛知ポリス、ですね、例えば今日みたいな、ね、こうした防犯や、ね、防腐剤 のイベントやなんかが参加していただけるとですね、おそらくその時はね、自分も気をつけようとかね、対策しようとか、いろいろお考えいただけると思うんですけど、やっぱりそのままね、何日か何週間か何ヶ月かするとですね、そうした意識もね、だんだんこう忘れてしまって、ね、だんだん低くなっていってしまうんですけど、一度このスマートフォンアプリですね、ご自身 のスマートフォンに入れていただくとですね、そうした情報がこう随時に入ってくる。常に、ね、自分の手元でね、防犯や、ね、交通安全について呼びかけをしてくれるということで、皆さん、ね、が犯罪に被害に遭わない、交通事故の、ね、被害に遭わないように、こうスマートフォンが気をつけてねって言ってくれるというね、優れものでございます。これさえあれば必ず役立つ、防犯情報丸ばかりアプリ、愛知ポリス。ぜひね、皆様のスマートフォンにもインストールしていただいてですね、これから先、ね、防犯、防災、交通安全ね、気をつけなければいけないこといろいろありますけど、その一助にしていただければと思います。ですので今日お帰りいただいたらですね、ぜひね、インストールしていただきますようにお願いいたします。防犯情報丸ばかりアプリ愛知ポリス、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それでは、最後に、ね、赤い服をした女性警察官、フレッシュアイリスという愛称がついておりますけれども、こちらのですね、パフォーマンスを2曲続けて、お楽しみいただきます。曲はミッキーとメイクハーアイです。どうぞ楽しみください。
愛知県警察音楽隊の演奏演技をお楽しみいただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。まだね、この後、外の方でもね、様々な、展示もあります。この後こちらの方ではですね、春日警察署の生活安全課の皆さんによるですね、後半に関する、お話等々もあります。今日一日ですね、いろいろ、見て触れて感じてですね、防災後半交通安全について、考え会にしていただければ幸いでございます。私ども愛知県警察音楽隊の演奏演技はこれで全て終了とさせていただきます。本日はありがとうございました。